ゲーム振り返ります。唐川と有原で始まりました。唐川の初回です。これが太田のソロホームラン、見事でしたね。これね、そうですね、抜けたところ、まあ、甘く入ってきたところをね、逃さずしっかりと仕留めましたからね。ただ唐川はこの後はしっかりとこの回を締めて、初回は1点、まあ、唐川が先に1点を失いました。一方ファイター先発はご覧の有原です。1回の裏、2番に戻ったこの藤岡雄大がヒット、中村が続いていきます。ここのあっという間の同点劇、畳みかけていきましたよね。そうですね、本当に攻撃だったんですよね、はい。まあ、できれば逆転しておきたかったですよね。そうでしたね、この同点止まりでした。しかしすぐに追いついてしまってマリーンズ。今度は2回裏、藤岡雄大、三遊間ちょうど真ん中抜けていきました。2点目を失った有原です。藤岡のタイムリー。3回表、今日2本目のホームラン、太田大志。この打ち方などはどう映りますか？まあね、よくちょっとタイミング外れてるんですけどもね、まあ、よく食らいついて打っていったかなっていう感じがしますよね。はい、当てでね、これで3対2、太田の2打席連続のホームランでした。その裏、有原、ここは鈴木大地をゲッツーに来て取ります。そして清田、ショートゴロ、チャンスを生かさない千葉ロッテマリーンズです。そして4回表、唐川、次につながるものというのは唐川は今日は何がありましたか？そうですね、まあ、やっぱりね、反省の方が大きいと思いますから、はい、まあ、その辺はしっかりとしていく方がいいと思いますけどもね。なるほどね。さあ、回は6回の表になります。この一打、唐川からアルシア、どこまで行ったか分かりませんでした。結果、場外ホームランという情報がしばらく経ってから入りました。度肝を抜くような一発でした。びっくりしました。これで4対2。ここは有原の頑張りどころ、ピンチを脱します。有原は7回でマウンドを降りております。そして8回表、マウンド上は南、石井一成、ここでライト平沢の守備、アルシアが生還します。8回裏、マウンド上は石川直也、ファイターズが有原頑張って石川、そしてトンキンとつないだゲームになりましたね、結果的にはね。そうですね、まあ、ファイターズとしてみれば本当にこのいい形で投手リレーっていう形ができましたからね、はい、ファイターズこれで5連勝を飾りました。栗山監督、